サンテグジュペリ作稲垣直樹役星の王子様六ああ王子様こんなふうにして僕は少しずつ君のささやかで物悲しい暮らしぶりが分かってきたのです君には長い間日の入りの穏やかなありだけが 心の慰めでした。そのことを僕は4日目の朝初めて知りました君がこんな風に言ってくれたおかげです「僕は日の入りが好きなんだ日が沈むのを見に行こうよだけどまだそんな時間じゃない何の時間じゃないんだって日が沈む時間じゃないよ」。 はじめ君はとても驚いた顔をしましたがすぐに自分で自分のことを笑いながらこんなふうに僕に言いました。ああ僕はまだ自分の星にいるつもりなんだね。なるほどそうです。アメリカではお昼の12時だとフランスでは日の入りの時刻です。誰だってそんなことぐらいは百も承知です。 たったの1分でフランスに移動できればそれだけでその日の入りは見られるわけですただ残念なことにフランスははるか遠くにありますからそれが無理なのですけれども君の惑星は小さいので23歩自分の椅子を動かしさえすればよいのでした自分が見たいと思う時にはいつだって君は夕日を見ていたのですある日なんか 僕は一日に44回も日が沈むのを見たよ。そしてしばらくして君は言葉を継ぎました。ねえかる心が本当に悲しい時人は誰だって夕日が見たくなるもんなんだよ。ということは44回も日の入りを見た日は君はそんなにも悲しくて。 悲しくてしようがなかったんだね僕が聞いても王子様は何も答えてくれませんでした